はい、琴姫のヒーリングムービー、今夜の映画は泣いたり笑ったりでございます。はい、12月2日からロードショーが始まりました。これはね、イタリア映画でございますね、うん、イタリア映画しかできない映画でございます、うん、どんな内容なのかアシスタントの川島さんにプレスを読んでもらいましょう。はい、泣いたり笑ったり。バカンスを過ごすためイタリアの海辺の別荘を訪れたのは、快楽的に人生を享受する裕福なカステルベッキオ家と、代々漁師の労働者階級のペターニャ家。価値観や家族観もまるで対照的な2つの家族を待ち受けていたのは、両家の父親トニとカルロの再婚の知らせだった。父親に人形ならぬ思いを抱く双方の家族は大混乱。元妻や娘、息子たち、果ては両家の孫まで巻き込んで、バカンスは予測不能な大騒動に。果たして両家の争い、トニとカルロの恋の行方は。はい、ということなんですけど、はい、ちょっとあのね、今の解説を聞いてもえって思うじゃないですか。今ちょっとそうですよね。あれってなりましたね。これね、はい、ふざけた映画なんですよ。ここにプレスがありますけど、はい、あのだいぶおじいさんと、はい、少しおじいさんの男性がね、はい、楽しそうに、ね、いや楽しそうですね、ダンスしてるんですけど、はい、これはパパとパパが再婚する、だからどっかの家族のお父さんとお父さんが結婚するっていうんですよ、うん、いやびっくりですよ。でしかも、まあ、若い人だったらなんとなく、うん、今ちょっと LGBT とか ね、 そうですね、はい、あの皆さん理解しましょうみたいな世の中ですけど、うん、もうほとんど人生一応終盤に近い、うん、もう何ですか、おじいちゃまとそれから初老の男性同士ですよ、うん、はい、こんなことあっていいのって、うーん、でええー、と思ったんですけども、はい、まあなんというか変な映画なんですよ。だってやっぱりすごい、うん、ちょっと考えちゃうでしょ、うん、だからイタリア映画しか作れないって言ったんですけども、うん、ただこの南イタリアの美しい景色がですね、はい、これをだいぶこう和らげてるなと、うん、綺麗な海岸とか、うん、綺麗な砂浜とか、ね、はたまたいろいろなお屋敷が出てきて、なんかそのイタリアの美しさの中に隠すことができる、うん、でイタリアだったらあるかもしれないかな、うん、みたいに思えたんですけれども、ロマンスグレーの方の、男の人はセレブ紳士で美術賞でございます、うん、でもう一人の方の、まあ何ですかね、こうがっちりでした彼はですね、漁師なんですよ、ね、なるほど。でなんでこんな全然違う世界の二人が結びついたんでしょうか、うん、ねえ、二人とても愛し合ってるから結婚するっていうわけですよ、はい、うんうんうん、お互いすごくよく分かり合えてるからって、はい、たださ、今度お父さんはさ、あそこの家のおじいさんと結婚するんだってすぐ言えないじゃない、まあそうですね、漁師の方の人も、うん、それからロマンスグレーのおじいさんも、うん、僕は今度あそこの海で漁師をやってるあそこの家のお父さんと結婚するって言えないですよ。そうですよね、うん、なので考えましたね、うん、このロマンスグレーの方のおじい様の別荘に、はい、まずこのおじい様は自分の娘を呼びました、うん、2人います、うん、で2人の娘さんはすごい美人だしちょうどお年頃なんですけど、はい、同い年です、うん、なぜかっていうと違う女性が産んだからです。あ、なるほど、はいはい、1人はフランスで生まれた女の子です、うん、で1人はイタリアでずっとお父さんと一緒です、うん、でそのイタリアの方のお嬢さんというのはとってもお父さん思いでいつもお父さんのそばにひっついてる、はい、まさかその娘に今度はあのお父さんはさあそこの海で漁師をやってるあの家のお父さんと結婚するって言えないでしょ。で今度一方漁師の方の家族は、はい、2人息子さんがいるんですけれども、うん、1人は成人して奥様がいて今ちょうど奥様妊娠中です、うん、でもう1人はまだね10歳ぐらいの子供がいるのよ、うん、でも言えないでしょ、漁師のお父さん、うん、海の男で子供たちにすごい尊敬されてるのに、うん、それですごくいい別荘があるからって言ってこのロマンスグレーの、
おじい様の別荘、まあ、彼はあのすごいあのお金持ちなんで、うん、その別荘に集まりました、はい、それで上手にねみんなに話をするんですけど、うん、っつってもう大騒ぎになりますよ。そうでしょうね。果たしてどうなりますかというのが泣いたり笑ったりでございます、うん、で、このロマンスグレーのおじい様の方はトニと言いますけれども、トニは元妻がパリからやってきました。おで、あなたふざけるんじゃないのって、うん、あなた私に結婚するって言わなかったでしょ、未婚のまんま子供を産ませたわけでしょ、うん、でどうしてあの男だと結婚になるのよって言ったらエクボが可愛いとかって言ったりして、ふざけた映画だ。なるほど、うん、それであとこう一方カルロの方は代々漁師の家系で、ね、うん、それは海の男っていうことで、あのものすごく荒っぽくもね、うん、野生的な一族です、うん、でもみんな特にあの今は奥さんが妊娠中の息子は父さんのことは尊敬してるけど俺は嫌なんだよって、うん、どうしたって嫌なんだよって言うんですけど、果たしてどうなりますかというのが笑ったり泣いたりでございます、うん、あなたはどう思われるでしょうか、はい、まあイタリアだから許せるのかなと琴姫は思いましたけどね、はい。